ガッツ、その怪我は大丈夫か？気にすることはねえよ。お前がやってることに比べりゃ俺が切り合うなんざ大したことじゃねえんだ。それはどういう？お前もグリフィスもそうさ。生きてることを丸々かけちまうほどのもんを持ってる。だがよ、俺が行き当たりばったりで100人と切り合おうが1000人と切り合おうが大したこっちゃねえと思うんだ。ここの連中は吹けば消えそうな小さな夢を持ち寄ってグリフィスっていうでっけえ炎に投げ込むんだ。でもな、ここに俺の火はねえ。俺はそのかがり火にちょいと温まってフラッと立ち寄っただけなのかもしれねえ。ガッツ、俺は物心ついた時には戦場にいた。俺を育ててくれた傭兵団のボスは剣の振り方以外何も教えちゃくれなかった。死にたくねえって理由だけで、こいつを振り回すことしか知らねえってだけで俺は戦をやってきたんだ。そして何より一番肝心な戦うわけってやつを俺はいつも他人に預けようとしてたのかもしれねえ。ガッツ、お前、お前、まさか、まさか鷹の段をやめるつもりじゃ。